嫌、嫌よ。りょうびちゃんとりょうなちゃんを残して死ぬなんて。ごめんね。ダメな、お姉ちゃんで。くそ、妖魔どもめ。絶対に皆殺しにしてやる。みやび、ダメだ。冷静になってくれ。そうでないと、妖魔の動きについていけない。力にならないから、せめて盾になって。もういい、もう喋るな。くそ、どうして、どうしてなんだ。こんなことにならないように、お前とは距離を置こうとしたのに。私はもう二度と大切な人を失いたくなかったのに。ミヤビ、イム、死ぬな。絶対に死んではダメだ。ミヤビ、ありがとう。その言葉だけで僕は。待っていろ、妖魔どもはすぐに片付ける。そうしたらヘビジョに戻って傷の手当てだ。いいな。うん、頑張って、ヤビ。ミヤビ、秋の誇りを舞い掲げよう。任務開始。イム、気をしっかりと持て。傷は浅いぞ。ミヤビ、僕のことはいいから、戦いに集中して。妖魔ども、母さんだけじゃなく今までも許さん。絶対に許さんぞ。妖魔を完全に滅するまで私の戦いは終わらない。さあ、イム、ヘビジョに戻ろう。うん。イム、すまない。お前が傷つくことを恐れて冷たい態度を取り続けたのに、結局はこんなことになってしまった。そんなことじゃないかと思っていたよ。どれだけ僕がミヤビと一緒にいると思ってるんだ。辛い時こそ涙を見せない。いつもミヤビは本当の気持ちとは反対の態度を取るだろう。だから厳しさは優しさの裏返し。イム、まあそれでもさすがに今回は少し傷ついたけどね。
私はどうお詫びをすればいいのだ。そうだな。じゃあみやびの手作り料理で勘弁してあげるよ。今度親子丼を作ってくれないか。親子丼か。わかった。あまり料理は得意ではないが頑張ってみよう。こんなに楽しみなことはないな。ならば早く怪我を治さないとな。でないと私の親子丼が味わえないぞ。うん。この木は妖魔。まだいたのか。しかもこの木、さっきの妖魔とは比べ物にならない大きさだ。くそ、なんでこんな時に。当然の評価だ。